皆さん、こんにちは。いいことばかりが起こる人というのは、物事の考え方や無意識に行っている行動が通常の人とは明らかに違います。では、どのような行動がいいことを引き寄せるのでしょうか？そこで、今回は開運で幸福を引き寄せる習慣についてご紹介します。習慣1、朝日を浴びる。開運の習慣として有名なのは、起床後に全身に朝日を浴びることです。朝日には私たち人間にとってプラスになるパワーがたくさん詰まっています。毎朝全身でしっかりと朝日を浴びるだけで、自然といいことばかりが起こるという開運を引き寄せます。朝日を浴びると、誰もが持っている体内時計が整い、その日一日をリズミカルに過ごせるのが理由です。朝日を浴びる時間は、できるだけ時間に余裕を持って、20分から30分間が理想的です。習慣に、言霊。昔から私たち日本人の間では、言霊による不思議な力が信じられています。言霊は、口にした言葉が現実で再現されるという、なんともまか不思議な現象です。その言霊の力を借り、開運を目指すなら、常に自分が話す言葉を前向き、プラス思考となる内容に変える習慣がおすすめです。人は常に無意識化で考える内容によって、口癖が決まってきます。自分なんかどうせ頑張るだけ無駄といったマイナスの言葉よりも、まずはやってみる、自分には無限の力があるといった、引き寄せたい言葉が自然に出てくる習慣作りを意識すれば、開運につながります。習慣3、部屋を片付ける。開運は、きれいに整えられた場所を好みます。そのため、ごちゃごちゃした場所で過ごす人に、開運の道は開かれません。シンプルに片付けられた部屋には、本当に必要なものしか存在しないため、たくさんある空間に自然と開運が集まってきます。シンプルに過ごすと開運できるという考えは、今に始まったものではなく、金持ちの人が実践してきたお墨付きの開運法です。開運で知られる風水にも同じような考えがあり、部屋を片付けることで、自然と自分の考え方も整理整頓できるテクニックが身につきます。そして、人生においても、本当にやるべきことのみを実行する能力が発揮され、気がつけば大金持ちだったり、夢を実現できる人になっています。習慣4、笑顔。笑顔は開運の必須アイテムです。あなたの周りにも、常に笑顔の絶えない人がいませんか？いつも笑顔の人は、誰が見ても幸せパワーをもらうことができます。しかし、意外にも笑顔が絶えない人ほど、実は他の人よりもとても深い悩みや悲しみを心に秘めていることが多いのです。どんなに辛いことがあっても、笑顔でいるのは難しいです。しかし、笑顔は自分自身の心を明るくし、前向きな考えを引き出す開運の魔法をかけてくれます。また、笑顔の絶えない人の周りには、自然と同じように笑顔が絶えず、幸せいっぱいという人がたくさん集まってきます。これは波長の法則が関わっていて、同じような考えや波長を出している者同士が、無意識のうちに惹かれ合うというス
ピリチュアル世界の黄金ルールが適用されています。習慣後極めき、いいこと続きの人は常にいろいろな想像をしています。多くの場合、パッと思いついた言葉には何の意味もありませんし、その時点での自分の欲が現れていることがほとんどです。しかし砂のようにあるたくさんのひらめきの中には、開運のきっかけとなるアイディアが隠されていることがあります。常にパッと頭に浮かんだ言葉やひらめきをメモする習慣があれば、今まで以上に開運のチャンスをつかみ取ることができます。このひらめきやパッと頭に思い浮かぶ言葉の中には、実は天からの啓示が隠されていることがあります。この天からのメッセージをしっかりとキャッチするためにも、何でもメモする習慣をぜひ活用してください。メモした時点で何の意味も持たない言葉であっても、ベストなタイミングであなたに本当に必要な開運のヒントをもたらしてくれます。習慣6、潜在意識。宇宙には私たちには想像できないような大きなパワーが存在します。今もなお世界中にその名を残す偉人や著名人たちは、宇宙にある無限のパワーで開運を手にしてきたと言われています。そんな確実に開運につながる宇宙のパワーを手に入れるためには、常に自分の内面にある小宇宙に語りかけ、悩みの答えを導き出すことが必要です。開運の前に、私たち人間は誰でも宇宙とつながっている小宇宙を持っています。普段は意識することのない潜在意識です。潜在意識に強くインプットした夢や希望は、具体的であればあるほど宇宙のパワーが働き、やがては実現へ向けて運命すらを動かすことができます。この宇宙とのつながりを常に意識するためにも、一日に一度は瞑想をすることが必要です。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。